はいどうも、玉谷です。今回も生え抜き選手だけでチャンピオンズリーグ制覇を目指す監督キャリアモードやっていきたいと思います。前回はですね、ついに開幕を迎えたプレミアリーグ、なんと開幕戦でマンチェスターシティをいきなり3対1で破るといういい方に予想を裏切る結果になりました。で、まあその後マンチェスターユナイテッドには負けてしまったんですけれども、内容的には十分に通用してたかなと思います。さあプレミアでもね、戦っていけることが分かったので、もしかしたらチャンピオンズリーグ出場はそこまで遠い話ではないかもしれないと、そういった状況です。じゃあ早速進めていきましょう。さあユースアカデミーからモレッリをトップチームに昇格させていきましょう。そして監督レートを上げつつレンタルに出していくと。いやどうかな、レンタル間に合わねえよな。さあ何、マンチェスターシティスターリングインになってるけど、一回放出して今シーズン再獲得したってことか。さあ強豪はやっぱいい補強してるね。さあ移籍期間が終了。お、かつて前田大然が所属していたマリティモからレンタル移籍のオファー、モレッリ。さあもう2年ぐらい出しちゃっていいんじゃない。6位のリーズユナイテッド、さあ1対2で敗戦。ファンデルミアがゴール。さあ相手はトッテナム。お、1位か。さあ1対3で敗戦。いや強いね。さあメイソンがゴールを決めてると。さあ結局今のところリーグ戦マンチェスターシティにしか勝ててないのか。ある意味それもすげえな。さあやってきましたカラバオカップ3回戦。相手はブレントフォード、まあ、同じプレミアリーグ所属。そしてブレントフォード現在6位ですので、しっかり格上です。なんでここもメンバーは落とせないね。さあ532か。いやー悪いな、みんなちょっとなかなか使ってあげれなくてキレが落ちちゃってるね。まあ、とにかくね、勝利が優先。このメンバーでやっていこう。さあカラバオカップ3回戦キックオフ。さあジローそこ、オッケー、カラバハル。危ない。やっぱ格上だね。いや危ない。オッケー、ゴベナイス。いやさっきのミスいただけないぞ林。さあいいね、うまい、カルバハル。さあミヤナイス。いやメイソンそれ勝てんか。さあビデルナイスカット。さあ防戦一方。オッケー、ラットクリフナイス。さあ攻撃しっかり大事にしていこう。さあ林ナイスパス、メイソン惜しい。さあここはナイスカット。さあミヤからデュアルテ。さあ中折り返すか。さあここは耐えよう。オッケー、ナイスラトグリフ、助かる。さあこれ大事にしたい。さあメイソン、ミーヤ、もういけてるか。さあ前半終了。いやでも逆によく0対0で耐えたな。まだチャンスあるね。さあちょっとミーヤが疲れてるから変えよう。さあファンデルワルゴール取ってきてくれ。さあ後半開始。
さあビデルナイス、さあワールから近藤、いいね、あ森か、おっこれファール、役質だよね。さあこれはチャンス、いいぞ、オッケー、ナイス、ワールのヘッド、いや完璧なセットプレー。そして采配的中、後半から入ったワールがヘディングでゴール。さあついに耐えて耐えて1点をもぎ取る。さあラトクリフ、ナイス、いやビダル、ラトクリフの安定感半端ないな。さあ追加点狙おう。さあチャンス、ファンデルワール、おいいね、デュアルテからワル、オッケー、いやファンデルワル大活躍、後半から入っていきなり2ゴール、やっぱワル点取るね。いや完璧、しかもめちゃくちゃかっこいいボレー、アジアカップのリー・タダナリかのようなボレー。さあ2対0、さあそれ危ない、いや嘘だろ、もったいない、それはどうしたビダル、この対応まずいね。さあ2対11点差、いやまずい、 OK ゴーウェイ、スーパーセーブ、完全に1点もの。いやラトクリフがコース限定したのもでかい。さあこっちも選手交代だ、林に変えて高田、森に変えて加藤、いや取れるぞ、さあ頑張って取れ、オッケー、ラトクリフナイス、いやセカンド拾えない、セカンドが全然拾えない、さあ厳しい時間帯、危ねえ、ちょっとなんとかこぼれ球拾おうぜ。オッケー加藤ナイス、拾え、いやまずい、危ない、さあここは時間を使おう。さあ試合終了、格上相手に2対1で勝利。さあなんといっても後半から入ったこのファンデルワルの大活躍、2ゴール、そしてアシストは両方デュアルテと。さあこの支配率、この内容でよく勝った、シュート2本で2得点か。さあ10位のウルブス、さあ1対2で敗戦、メイソンのゴール。さあリーグ戦だいぶまずいぞ。さあ14位の QPR、 昇格組同士の対戦、こういうところでしっかり勝っとかないとね。さあ2対0で勝利。さあファンデルワルとメイソン、そうだね、上位に勝てないのは仕方ないが、下位をしっかり叩いていかないと。お、さあそしてついにメイソンは常連だったけど、ラトクリフもイングランド代表に選ばれたね。まあ遅いぐらいだけどな。さあリーグ戦、相手は16位、リバプール。不調だねリバプール。リバプールも不調だし、開幕戦勝ったマンチェスターシティも不調だね。まさかではあるが、まあ、しっかり叩いていこう。おっと2対3で敗戦、フェレイラ・メイソンのゴール。さあ11位のブライトン、1対1の引き分け、またもやメイソンのゴール。さあそしてカラバオカップ4回戦、チェルシーとの試合。いや去年確かそれこそカラバオカップでチェルシーに敗れてるから、その時はでもいい勝負はできたんだよね。さあ今回はリベンジしたい、じゃあ見ていこう。さあちょっと前回良すぎたファンデルワルをもう今回スタートから使っていこう。
さあカラバオカップの得点王、この世界戦ではファティがチェルシーに移籍していると。さあカラバオカップ4回戦キックオフ、1年越しのリベンジ。さあピンチ、オッケー、ビデルナイス。あぶね、さあなんとかディフェンス陣粘る。おっとなんだそれ、オッケー、ゴーウェイスーパーセーブ。さあメイソン、お、チャンス、デュアルセ、メイソン、惜しい。さあ初めてのチャンス。さあチャンス、オッケー、カルバハル、そこにカルバハル、ナイスゴール。さあデュアルテもここ冷静だった。さあついに先制、1対0。さあチャンス、メイソンからデュアルセ、オッケーオッケー。さあナイス、今度うまいね、ミーヤ、うまい、ミーヤ、惜しい。いや、スーパープレイだったなミーヤ。さあ前半終了、1対0でリード。めちゃくちゃ押されてはいたけど、なんとかコーナーキックから先制。いやだけどね、もう1点は欲しいね、まだ全然安心できない。さあ後半もね、一旦このメンバーでスタートしよう。おっとデンベレ出てきたぞ、バルセロナ味があるね。危ない。さあチャンス、森、お、うまい、デュアルゼ、うわーそこ決めれないか。いや今のは言ってほしかった。さあいいよ、デュアルテ、惜しい惜しい。どうし、一旦右左入れ替えてみるか。ファンデルワルはちょっと疲れてるけど、あの得点力を知るとなかなか交代できない。さあデンベレに勝ったカルバハル、さすが。おっとここはやり返された。さあラトクリフ、ナイスカバー。さあそこ行きたいよ、オッケー、ジローナイス。さあジロー効いてる。さあチャンスになる、カルバハルいい位置取ってた。さあじゃあ選手変えていこう、森に変えて加藤、ファンデルワルに変えて高田でいこうか。さあまずい、オッケー、ゴーウェ、これはでかい、マジでスーパーセーブ。完全なる1対1だったけど読みが当たったね。さあいいね、さあいやーまずいぞ、カウンター警戒しろ、頼むよここ。いやーそりゃまずい、いやまずいぞ、嘘、危ね、絶対行かれたかと思った。
いや助かった。デンベレ、ちょっとここはふんだんに時間使おうか。オッケー、試合終了、1対0勝利。いやこの試合に関しては俺というかゴーウェのスーパーセーブがかなり効いたね。いやじゃなきゃ勝てない。いやただカルバハルのゴールはナイスだった。さあチェルシーにリベンジを果たした。さあというわけでね、リーグ戦はちょっと惨敗気味なんですが、カラバカップの方は好調で2試合連続でプレミアのチームを倒して5回戦に進んだと。いやそろそろビッグタイトル1個ぐらい欲しいよね。ここまで来たらカラバカップ大事に行きたいね。さあただね、次回はリーグ戦の立て直しも必須ということで、本日はこの辺にしておきます。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。